いらっしゃいませ。ようこそスナックゲットへ。今夜のお客様は三浦和義です。間違えた、北澤剛でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、どうもー。ね、普段はどれぐらい飲まれます？飲めちゃ、飲めって言えば飲めますよ。いや、飲めと、うん、そんなにだから今積極的に飲むことはしないですけど、うん、まあ、か体質的には飲めますよ。飲めますよね。飲めますし、ミート歌いますし、踊れますし、歌いますし、うん、踊れますし、ボール蹴れますし、喋れますし、野菜でございます。はい、野菜も作ってるしね。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。でもこの話ちょっと待って、ちょっと待って、さっきにこっちやろ。もうね、この話しよう。サッカーより農業。最悪。今言っていいのかな俺みたいな。なんだろう、ハマってんの。なんですか、美味しいでしょ。雰囲気美味しいし、最近高級レストラン行って、うん、サラダ頼んだ時に、うんうん、うーんと思うもん。やばいよね、これ。新鮮さが足りねえなみたいな。いや、もうこの絵もね、これも聞きたい。もともと野菜そんな好きじゃなかったでしょ、子供の頃。大っ嫌い、野菜なんか食べなかったですね。ああ、それが作り始めたら、こんなうめえんだと。そう、まあ、食育につながればなと思って、今野菜嫌いな親もいるし、うん、子供もいるので、うん、まあ、そういうのをやってくれたらいいなと思うきっかけだったんですけどね。ああ、最高ですよ。もう季節ごとにね。ああ、いや、それ最高よ。もう私田舎育ちなんで。どこですか？広島の因島っていうところだから。ああ、野菜も魚も新鮮なのしか食べてなかったんで、うん、都会来てびっくりしたでしょ。うん、うん、作りましょうよ。あの、いや、もうそれだ、うちも島で庭で作ってたんで。ああ、そうか、経験はあるんだ。そう、でも取りたてをパクって、きゅうりばゴリゴリみたいな。いいね。だもうそれはさ、やるとハマるよな。絶対ハマる。相当広くやってますもんね。うん、まあ自分のまあ、家の近くと、うん、あとは地方にもあって、ね、そうなんですよ。あの、丹波篠山の方にあったりとか。丹波篠山、まあ、兵庫県、山梨の方にあったりとか。ちょっとそれは遠隔でやりながら、ちょっとあの、まあ、羨ましい。あそこはやっぱり土地柄やっぱりあのいいですよ。土もいいし、気候もいいし。そうよ、全然違いますね。丹波篠山美味しいですよ。まあ、ちょっと待って、話戻すよ。ちょっとこれはこれですごい話。食育は大事なんで、うん、ちょっとまだ別日に食育ね。食育大事です。食育ね、あの、あ、今あの影の、あの力のある人、ね、今。ちょっとほら、あれよ、障害者サッカー連盟は7つの競技があるから、はい、次はこれよ。ほら、これって多分見てわかんないでしょ。何してるのか、うん、サッカーはしてますが、まあ、何が障害なのかっていうのはどうでしょう。はい、何にもないから耳が聞こえない。さすが、さすが、そうなんですよ。この旗がね、ポイントですね。ホイッスルの代わりに旗でジャッジをしていく。聞こえないから旗、はいはい、でも競技に一生懸命だとこうボール見たり相手を見たりしたら旗見えない時もあるんじゃないですか。まあ、真ん中にいる人とサイドにいる人がいるので、うん、割とそこは気にしながら、笛がない分気にしながらやってるっていうプレイヤーたちは多いですよね。やっぱ視覚感覚はすごいですかね。集中力がすごいと思う。やっぱりこう物にこう入っていく力っていうのはすごいと思う。だからちょっと直線的な感じはありますけど、それでもそのボールに対しての集中力っていうものはすごく重要なので、うん、正直レベルはそんな変わらないですよね。肉体的なものもそんな変わらない。だから結構一緒になってやってることは一番多いかもしれないです、ね、ただ声掛けできないでしょ、チームメンバー同士、あとコーチとかも。超ボディーランゲージみたいな。例えばもう手挙げたりとか、あ、こっちパス回せ。そうしたら、あ、そうか、うん、ボディーランゲージ。普通に地域の少年のチームでも、うん、やっぱ入ってやってる子たちいますよ。でそれをなんかホワイトボードでやったりとか、あの作戦ボードで話をしたりとかということで。そうなんですよね。でこの競技は男女もあって、サッカーもあって、フットサルもあるので。ということは4つ、4つだから両方ともアジアでも
トップランキングだし、アジアで強いってことは世界でもトップなんですよ、うんうん、デフリンピックがあるぐらいじゃないですか、うん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 、そういう中でも世界大会もあっていつもなんか上位を期待される競技になってますけどね、うん、あのうちゲットはデフカメラマンも多いしデフの人多いんですよ、うん、なので書いたり、うん、まあ、簡単な手話だったり、うん、でうちはこう必ず字幕か手話通訳士の方に入ってもらうので、うん、私たちは割と慣れてるんだけれども、うん、まだまだそうね、パッと見分かんないかもしれないですね、うん、だからうーん理解をしていかないと難しい対応になってます、ね、だいぶゲットになって慣れたでしょ。だいぶ慣れましたね、それはね、うん、でもサッカーはそもそも試合やってる時ってこうお客さんがいっぱい入ってると声聞こえないじゃないですか。そうだよね、うわーって言ってるから、だからやっぱりこのボディーラングエージじゃないですか。めっちゃいいこと言うじゃないですか、ね、そうっすね、もしも聞こえてなかったね。あ、本当、うん、聞こえてないよ。聞こえないふり、監督の言ってることも聞こえないふりしてましたからねそれまた意味が違うかもしれない監督の相性がね、そうよ、分かってるそんなのみたいなさ、もう事件というようなね、まあいっぱいありますからね、ありましたからね。ただけど同じやね、聞こえない中でどうやるかだから、まあ、そもそもの準備の問題かな、うん、だから研ぎ澄まされた状況でやってるからレベルが上がってってるのかもしれないですよ、うん、うーん、なんでサッカー見たことないんだよ。手話のなんかこう、はい、なんか熱量みたいなすごいですよね。なんかね、ハーフタイムのクワーみたいな感じでやってるもんね。うん、感情がある。おしゃべりな方が多い。すごいよね。うん。ね、本当に。で、この間アジアに行ったら、うん、手話違うのね。あ、違いますよ。ね。うん、びっくりしちゃった。あれ統一してるとすごいね。あれ世界統一した方がいいんじゃない？統一してるのはこれよ。I love you。これと、うん、なんかもう。東南アジアの方はなんか全部これで済ませんでるんだよ。なんかこれでヤホー少ないんだよね。ありがとうもそうだし、ありがとう、こんにちはもそうだし、何でもこれなんだけど、あと自分で感じろよみたいな感じ。あ、で、あの手話は新しい言葉ができるとやっぱり作らなきゃいけないのよ。なんかだからトレンドみたいなのもあったりとかするのかな。なんか新しいのを生み出したで若者の世代がこうみたいな。それはあるの？ちょっとこうなんかこういうのもあったりとか。あ、これはね。やったりとかするみたいな。やばい。やばいったんだ。ほら。やばい、ね、超やばいとかあんの？超やばい、超やばい、すげえな、やっぱあんだ。だから次から次新しい言葉が出るので、その通訳者の人はこれはどう訳すのって言ったら、こう、それは私が考えたからっていうので、みんなに通じるかどうかは分かりません、分かんないけどっていうことか、うん、そうそうそう、なんかいいじゃないですか、面白い、時代世代の違いが出たりとか、ね、面白いな、これも。へえ。デフサッカーも行きたいな。私さ、すごい感動したの、これ。ああ、アンプティサッカーですね。アンプティサッカー。切断者。うん。ああ。足一本さん。この人たちのスキルが、うん、すごい。もうすごすぎて。まあ日本代表エースの縁引きとかは、縁引きさんのね、うん、動画見て。見た方がいいし。何あの。こうついて、足が、片足がこの辺で、だから振り子のように振るって感じですよね。ボレーシュートもやる。そう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 。これついてボレー。何あれ、私これはトライしたことあるんですよ。あの4月2日のウォンブルーの時にやらせてもらったら、きついでしょ。もう何にもできなかった。ね、こう、はい、なんかこう、腕がもうね、パンパンになるし。まず腕、腕力必要だし、うん、こうして、こうして、どうやって蹴んの？そうそう。踏み込みがないからね。あれ、うん、踏み込み足がなくて、左で踏み込んで右足結んでるから、え、どうやって？そうだ、ここが支えて、自分は空中に置いてないと。踏み込み足なくて、これで踏み込んでのある方の足で蹴る。そうそう。浮いてるんですよ、だから。だから体操選手みたいな感じです。にならないと。けど、エンヒキは40メーターぐらいのフリーキック。カーブかけてボール落としますから、ね、すごいね。エンヒキさんは、どこの国の方だ、日系なんですけど、ブラジル、日本語ペラペラだもんね、はい、日本全然ペラペラですね、うん、もう国籍も日本ですから、うんうん、これ見てびっくりする。この世界でベスト16ぐらいですから今ね、うん、でもこのサッカーも多分知らない人多い。私活動してなかったら知らなかった。知らないか。試合時間って同じぐらいですか？同じぐらい、同じぐらい。
あ、これ全部競技によって人数がね違ったりとか、ちょっとグラウンドもそう、うん、人数も少し違って8人かな、うん、で、うん、ペナルティーが出てるので、なるほど、8人制の競技ぐらいになってるのかな。ただ打撃率も大会になってくると日にちはそんな取れないじゃないですか、うん、だからすごいハードなスケジュールでやってるわけだから、1日2試合なんてやったらもう手がもう、あと足1本じゃないですか、うん、パンパンになるわけ、うん、でそれの膝が壊れたらもう終わりでしょ。あ、本当だ、捻挫したら、うん、それもやってる、みんな傷だらけでやってる。え、皆さんはこれのプロではない、プロではない、みんな仕事を持ってやって、普段はだから義足つけてみんな来るから、あ、そうで試合になるとあのこの外して持つんだけど、それがなんかそこにこう置いてあったりとかするわけ、足が、うん、足置いてあるけどみたいな。分かる、それ慣れてるよね、私たち。それ慣れてる、すごいですよね、あれもね、へえみたいな。けど、うん、南米なんかも、うん、あのコロンビアとかも、うん、地雷で足が飛んでしまうので、うんうんうん、その軍の人たちが社会進出するためのアンプティサッカーっていうものはすごく盛んにあるけど、それだから強いんですよ、うん、あのドイツに国際平村というところがあって、戦争で傷ついた子どもたちの治療をしてるんですね。でそこの活動をしていて、地雷で、片足をなくした子どもたちがいっぱいいるんですよ。でその国、その子どもの国はサッカーが有名だったりするの、うんうん、でやっぱりね、子どもだからサッカーしたいっていうのよ、うん、なんだけれども、大人になっていくと、あ、自分はもうサッカーできないんだと思うじゃん、うん、大丈夫、アンプティサッカーっていうのがあるんだよって見せると、めっちゃくちゃびっくりする。かっこいい、失いかけた夢がね、うん、やれる場があるんだと、うん、そう、高校サッカーに出場してバイクの怪我で、バイクの事故で足がなくなってしまって落ち込んだけど、アンプティサッカーに出会ってまた活躍しますよ。これサッカーだけど新しい競技だよね、もうもはややれる、これ自分たちも足一本してやれますからね、うん、けど両足でもかなわないんだけど、いや、これだから両足ある人が片足を縛って一緒に入ってやると全く何もできない、うん、かなわない。競技者数増やしていくには参加型ではいいかもしれないですよね、うん、でゴールキーパーがまたね、ユニーク、あ、そうだ、ゴールキーパーがよく知ってますね、うん、腕の切断者なんですよ、うん、腕一本なんですよ、うん、そうだからこっち側のが不利なわけじゃないですか、こっち側は取れるじゃないですか、うん、だからこっち側はだからちょっとだから左に寄ったりだよね、うん、ポジションでクロスしてそう、これ面白い、ね、セットがね、セットが誰が考えたんだろう。いや、こうやっぱなんかゲーム感覚ですよね、ゲームとしてやっぱり面白いとしてはこうだし、平等としてはこうだろうっていうのがうまくマッチングされてますよね、うん、うまいよね。そうなんだ、見たいでしょ、うん、めちゃくちゃ面白い、すごいですよ。 やったことはあるじゃないですか、あ、だからあのゲットでね、うん、ほんとね、北澤さんおっしゃる通りで手パンパンね、パンパン、ね、パンパン、うん、あの松葉杖の容量とはまた全然違うので、うん、こっからこう持つからね、そう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 、なんかあの、うん、体操選手の釣りは、ね、釣りは、うん、釣りは状態、あれを何1試合前半後半でやり抜くってもうほぼほぼ考えられないね。そうだから今競技者数が少なかったりとか、うん、その大会によっては年齢制限がなくて中学生から入ったりとか女性が入ったりとかっていうのはありますけどもね、うん、なるほど、うん、サッカー選手って本来なんか私の勝手なイメージ下半身は重要だけれども手は使っちゃダメじゃん。だけど鍛えるんですか。鍛えますよ、やっぱ鍛えるバランス、うん、やっぱ抑えるっていうのかな、あとはこうやっぱり速くするために腕を、うん、あ、振るために、走る、結構抑える役目はすごく強いかな、必要かな。だから抑えるって何を、人相手を、まあなんかこう言っててファールなんだけど、ファールの話なんだけど今、そうそう、今あれけど、うん、なんだ、掴んでしまえばファールなんだけど、うん、こう掴みながら下げて離すみたいな、ほう、ギリギリ、そう、ギリギリなんだけど、まあだけど実際は特に海外の試合見てるとすごいですよね。やりますよ、グワーッと、この力すごいから、うん、なるほど、はただだけどそのアンプティの全身を鍛えないと体幹、うん、ですよね、体幹を鍛えない限りはできない。でこの持ってる杖にボールが当たったらハンドなんですね。そう、よく知ってるね、出てくるしハンドね、うん、これハンド、そうだからそこのドリブルを抜け落とした時にそこにぶつければハンドなんですよ。そうだからここを抜かなきゃいけない、
幅広いんだよ、だからね、うん、抜くのに。なるほど、そう、それ面白いね、面白いの、どっちもユニークなのよ、うん、それ。そしてこちらね、こちら映画にもなったね、ケルですね、はい、うん、電動車椅子の、ね、ね、こちらもね、私たちは拝見して、うん、観戦して、うん、ありがとうございました。いやいや、こう、マリさんですね、どうや、そう、マリさん、マリさん、どうやってやるんだろうと思ったら、本当に微妙な操作で、これ特殊な、そうですね、サッカー用の車椅子、スピードも決められてますからね、うん、そうですよね、そう、これ、これ、そうそう、これかなって言って、ここでボールを、そう、で、ボールサイズが7号機、8号機ぐらいかな、ちょっと大きくて、まあ、車椅子に挟まらないような大きさにしてるってことですけど、うんうんうん、これは体つく、ここ、ここ、ここ、もうね、先手先手、ここもうね、通したい場所に、ボールを蹴るわけ、あの車椅子についてるマシーンで、ね、ボールを蹴るとおかしいもんな、蹴るじゃなくて回転、回転、うん、回転して当ててくるんですよ。これでこう当ててボールをこう運んでいくんだよね。そう、で前でこう押しながらドリブルもするし、うん、すごい重度のね、障害の方とか、みんなね、指しか動かないとか、うん、指動かない人は口で操作したりとか、うん、海外には足でもう全部動かないから、足でこうコントローラーでやる、足先でこうやって、足だけでへー、その人フランスの人だけめちゃめちゃうまいですよ。はー、でガーンってぶつかっちゃいけないの、これ、あ、やっぱりこう重度障害あるから危ないからね、バンバンぶつかってる、あれ、おかしい、もう、まあね、しかも言ってる選手たちも、うん、あのアメリカフィジカルコンタクトが強いんだよとかってわけわからないこと言ってるわけダメなのルール上みたいな感じで言うんだけど、だから今回日本代表の編成はフィジカル強いやつ選んだとかって言ってるわけ、監督もまずいだろうみたいなさ、おかしいよね、反則反則、だけど日本代表として海外遠征がある、海外大会があるときには飛行機乗れない病気の方もいらっしゃるんです。そうなのよ、そうするといけないんですよ、そうなのよ、これそうで、会場の人が一緒に同行しなければいけないので、すごくやっぱりお金もかかる、いや、うん、だからね、本当はお金があって、その一緒に介助介護の人たちも行ってできるのが最高ですよ。 それパラリンピックでもいろいろあるんですよ、うん、うーん、で今度そうなってくると、今度はドーピングの問題もね、薬の使い方によってそれは許されない、許される問題もあるじゃないですか。命の問題だから、そこはよく考えないと、ドーピングの世界もと思ったりとかしますけどね。そうですね、うん、こうちょっと金銭面、経済的になかなか厳しい状況での運営ですからね。そうですね、まあ、だからそこにあの我々、日本障害者サッカー連盟が、うん、まあ、経済的な支援も少ししていくっていう形を取ってたりとか、うん、これはこの話の流れでいろいろご支援お願いしますみたいなの、いや、もちろん企業とか、はい、あのただお金もらえばいいなんていうふうに思ってないですし、一緒になってこう社員の方とか取り組めるようなこと、でそれによってさっきのブラインドもそうだけど、社員教育にもなったりとかするじゃないですか。そういったことを一緒にやれればということで、パートナーになっていただければというふうに思ってますけどもね、はい、ぜひこの流れでゲットインタッチも常に募集しております、はいはい、お金は大事でしょお金、道具ですもん、この道具がないとなかなかね、本当にお金がないと回らないですからね、はい、うん、あれ今いくつ目いったんだろう。そしてこちらソーシャルですかね。そう、これ私分かってないの、あ、これは何か精神障害のとこですね、ね、はい、非常に難しいですけど、うんうん、あの見に行ったことない、まあ、あのその自分の治療のためにリハビリのために施設に行くんですけど、はいはい、その施設がやっぱりこうリハビリのためにスポーツを導入しようということでサッカーチームを持ったりとかするんですよ。でそれによって自分のポジションを与えられることによって自分の居場所を見つけていくっていう、社会復帰までのプログラムでやられてることがやっぱ多いですよね。それでソーシャルっていうふうにつけてるのかしら。そこはもしれないですね。へえ。ちょっと僕もそこまでの語源の由来わからないですけど、この写真では本当に何もわからないですよね。わからないです。サッカーすることで変わっていくのかしらね。でこの人たち例えばいろんなこう我々のこういう活動に対しての記者会見とかするじゃないですか、はい、で選手によっては積極的に出てくれてそのソーシャルのことを喋ってくれたりとかするんですけど、なんだろうな、喋りとかすっごい人たちとか来たりとかするんですよ、説明とか、なんだろうこの人っていうぐらい、いや俺の代わりに話してくれないですかっていうぐらい上手いんですよ。だから頭がこうやっぱりこう突き抜けちゃってる感じがあるのかな、天才なんだろうなと思って。ああ、いろんなタイプの方がいらっしゃいますよね。まあ、そういった人たちはこう自分が積極的に出れる方たちなのかなと思うし、まあ、少し閉ざされてる人たちはそうじゃないのかなと思ったりとかしますけど、ね、こういう人たちってさ、あの自分で蹴ってゴールしてやろうっていうそういう
こと考えない。相手にパスをしてチームが得点になるようにというそういうようなことは優しいって言うとか。いやいや、チームのためにチームのためにこっちへパスをしてこっちからこっちへパスをして、うん、そういうようなことはやるんですかね。自分でとにかく突っ走ってゴールを決めてやろうというそれだけじゃなくて、うん、確かに自分のポジションしかやらないっていう人もやっぱり最初はいたりとかします。もうそれ以上の役割はしないとか、だけどそれが少しずつやっていかないとチームは勝てないとか、まあだから結構なんか競技するところとミーティングするところとかこう使い分けたりとかして、いや、この人たちはそのチームプレーっていうのはできるのかなと思ってね。やっぱりそこに少し偏ったところもあったりとかするので、少し話をしていきながらそのなんか隙間を埋めていくことが必要だとかっていうチームプレーをうまく社会 に落としたような言い方をしたりとか、なんか十人十色だからいろんな人たちがいるけれども、うん、チームプレーをすることに意義があるんでしょうね、うん、多分、うん、ただ僕もなんかその説明しながらもなんだろうな、そうじゃないやつもいたりとかするじゃないですか、うん、普通に、うん、それは障害あるなし関係なくているからねっていう、だからそれも否定はしないけど、うん、そう低身長の小人さんたちもいろいろな、ね、カラーの人がいるようにそういるんだと思いますね。いや、お前下がらないチームプレーとかあんま好きじゃないですか。いや、やりますよ。だって劇団舞台するからチームプレーできないから、うんうん、そう。だからこういった方たちもやっぱり個人競技よりは団体競技の方が多分社会に戻るところのなんかこう必要なものは回復できるかなって。精神障害の患者さんってそういう特性になる人って日本はちょっと増えていっていて、うん、これからも増えるだろうと言われてるんですけど、イタリアはの考え方は精神障害、精神的に病気のある人はいないっていう考え方の。みんなそうかっていうこと。あのそれは環境とか、うん、その対応でそうなったっていう、撤廃しちゃったの病院を。あ、それは病気じゃないっていう、うん、だからセンターしかないの。それに至るまではすごいいろいろあったんですよ。イタリア大会開いたりとかしますもん。だからそういったことに対してはちゃんと、だから多分病気じゃないんですよ、そういう特性っていうか患者じゃないっていうかっていう考え方みたいですよ。あ、どっちいっかな、バザールっていうのができて、だから私たちの国とは全然考え方が違う。その病院の中のベッドにずっといてもらうっていうことはそれは人権としてダメっていう、その映画もあるんですよ。思い切りますね、イタリア、うん、でもそこに至るまで本当に努力努力でやっぱりなんかリーダーというかさがいたんですね、ジャンヌ・ダルクみたいなさ、お医者さんが、専門医がいたんですよ。それはね、感動なんです。うーん、いつも考えさせられるの本当にこれって、そうすごく、うん、考えるところですね、競技としてもね、はい、対象となる選手もそうだし、ただ日本代表の選手たちは自分たちがそういったもので回復していく姿を見せることで、そういう人たちに与える影響力が大きいってやっぱり言いますから、ね、いや、うん、回復プログラムとしてはそうよね、チームプレーっていい感じする。そう、自分の居場所を見つけたっていうゴールキーパーの方とか、居場所ですよね、居場所は重要。その仕事しててとか学校行ってる人にも居場所ないと思ってる人多いからね、うん、お家と学校、お家と仕事、どこがそう、そうなんだ。だからサードプレイスというか3番目の場所ってすごい重要なんですよね、うんうんうん、自宅と会社と病院、自宅と学校と病院、それ以外の場所。だからコミュニティはいくつかあった方がいいですよね。あった方がいい、うん、一つに寄らない方がいいですよね。絶対あった方がいい、うん、そしてこちらこれは知的障害ですね、まあ、一番競技者あの人数としては多くて、うん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 、まあ、世界に出てってももう今強豪国になってきましたね。もともと2002年の日韓共催ワールドカップの時も、うん、日本で開催したんですよ、ワールドカップを。本当、みんな知られてないかもしれないけど、あの決勝を横浜国際でやったじゃないですか。ほう、あのワールドカップ、ほう、ブラジル対オリバー・カンがいて、西ドイツかなんか、ドイツかなんかとやったんだけど、1ヶ月後に懐かしい、あのその知的障害のワールドカップの決勝をやったんですよ。2万5000人ぐらい入ったんだね。結構入ったんですよ。すごい、外国人ばっかりですよ。で決勝はオランダ対イングランドだった。うーん、もうめちゃめちゃうまいんですよ。え、これ知的障害なのみたいな、普通にサッカーやってないこれみたいな。しかも着てるユニフォームはもう健常者と同じユニフォーム着てるんですよ、オランダもイングランドも。あれ見た時に日本のユニフォームがなんで
サムライブルーと同じユニオンも蹴れないのって。あ、一緒じゃないんだ。一緒ないんですよ。これ7団体統括したんですけど、まだ同じユニオンも蹴れてはいないんですよ。でここは今ステップの段階です。ちょっと待って、こういうのって PR が重要でしょ。 PR というのと PR 発信し知ってもらうってやっぱ知らない。だからその7団体をと統括して、うん、サッカー協会の加盟団体にしてるので、うんうん、っていうことはサッカー協会の人たちのファミリーの一員にやっとなれたんですよ。ただだけどこの団体同士の中で今登録してない選手たちがいるので、だ登録されてその人たちが分かってくると協会にも登録することになるので、そのユニオンも蹴れるっていう形になるんですよ。ファミリーにしていこうみたいな。なるほどね。今我々の団体として第一歩目が入ってって、これが今こういう状況ですよ、こういう段階ですよっていうのを PR 必要だね。そう、非常に必要だな。強い目で見ないよね。いやだって、いや私活動してて本当に発信 PR って重要だなとね、うん、だからイングランドなんかは同じサッカー協会の中に健常者も障害者も全部入ってます。最高ですね。だからピラミッド型だけではなくて、こう網の目になってるんですよ、うん、まあ、どっか怪我とか病気とかで外れちゃっても、うん、そうですね、ちゃんとやサッカーがやれる環境がどこにでもあるんですよ、うん、それがスポーツだと思うんですよね。確かに。そうだって我々なんかも、僕膝痛いじゃないですか。いや健常者っていう言葉あるけど、常に健やかなものはいないから。いない。もう多分僕は電動車椅子のサッカーに行くんだろうなと思ったりとかしてますもん。もうちょっと20年後ぐらいは。そうそう。だからそうなった時もサッカーできるところがあるのいいですね。もしかしたらアンプティかもしれない。そうですね。うん、そういったものになっていくことが、なんか健常障害とかっていうことじゃなくて、確かにいつでもどこでも誰もがサッカーをやれる。そうなるとパラリンピックももっともっとテレビで中継してもらえる。そうオリンピック並みに。そうみんなのこう、ね、価値観がこう広がりを持てるから。確かに、うん、そして7つ目これ脳性麻痺の人もう分からないですもんね。分からないね。写真だけだとね、写真だとね、動画だけどやっぱりこう脳性麻痺の人たちはこれ脳性麻痺の選手の皆さん体半分が動きにくいとか不随運動があるとか苦手な動きがあるとか。だからねこのサッカー見ててねすごいミスが生まれるんだけど、うん、どうしても思ったところに蹴れないんだと思う。そうなんですね。そうだけどパスがつながってゴールした時の、うん、みんなの喜びの仕方を見てると頑張ったよなみんなみたいな感じの泣けるね。そう確かに。だからゴールまで行くの結構大変だったと思いますよ。そうですよね、うん、本当に そこのものを取ろうと思っても脳がそう思っても手がこういかないとかね。本当大変で、うん、で知的に遅れはないのにそういう動きになると大丈夫でちゅかとか言ってさ、うんうん、声かけられたりさ、うん、するもう尊厳が奪われてしまう、ね、そのつもりはあってもそうじゃないんですよね。だから本当、うん、なんかこう中にあるものは大変なんだろうなと思う。でスローインはねこう上から投げないんですよ。こう下からスローなんですよ。上から投げられないから。なるほど。だからルールもいろいろあるんですね。合わせてる。まあ、その症状に合わせながら。そうだよ。ルールってこっちが合わせるもんじゃなくてそっちが合わせるもんだもんね。そうルール側がその人に合わせるもんだもんね。その設定はいいですよね。いいですね。うん、あなかなか柔らかい。いやこれはまあもちろん日本代表があって世界大会もあって、だから言うならばラモスさんも脳梗塞で倒られてるんですか。そうですよね。だから出れたりとかも。あラモスさんする対象になったりとか。すごそうすごそうですよね。本当だ。うるさくて大変になりそうですけどね。そうなの。めちゃめちゃ言うからね。いいじゃん楽しみ。めちゃめちゃ言いますからね。そこは何してるんだみたいな。相変わらずですよ。もうすごい回復力だと思いますけどね。なるほどね。そこは努力だな。そうか。いや面白いね。面白い。これはいやこういう世界あるとは思わなかった、うん、ね。けどサッカーでこれで他の競技だって多分知らないだけでいっぱいあると思うんですよ。そうですよ。だからこれは一つの競技団体として一緒になってやろうぜっていう旗振りをしていきながら他の競技団体ももっと一緒になってやってくれるとそうですね、スポーツが変わってくるかなと思いますけども、ね、北澤さんを会長にしたっていうのがすごい。あうまい。そうね、うん、うんまあ楽しいですよ。何よりやってて楽しくなって、うん、この 7種類のチームの人たちを全部こう教えたりするわけですか。この団体だけとかこう教えることは僕はそこに指導に入ってるわけではなくて、はいはい、まあ、
けど選手としてのなんだろうなマインドだったりとかって話はもちろんしていくし、ただなんだろうなこういった話を選手たちに日本代表のこう編成されている理由だったりとか、あとは我々の団体がこういうことのこう協力をしてますよ、で代表かもしれないけど国内リーグを充実させるためにサッカー協会の持っている例えばグラウンドだったりとか練習場だったりとかレフリーとかだったりとかをあの 共有していきましょうよっていう話をしたりとか、はい、今日も会長としての役割ですね。そうですね、ね、はい、だってアンプティサッカー教えられないもんね。全然選手の前から何なんだって言われちゃいますよ。そうだけど僕の役目は一緒にやっていこうぜみたいな、その垣根を取るっていう仕事が僕の役割かなと思ってますけどもね。ありがとうございます。ぜひ一緒に今度サッカーやりましょうよ。やりましょう。小さいのばっかり集めて。それいいわ。僕は全部ドリブル抜いてやりますもん、ね。負けず嫌いか。それを感じてこう頑張ろうっていう気持ちになってちょっと向かってきてくれればいいと思います、ね。いや面白かった。で今度食育からのその野菜園菜園のちょっと話も聞きたいね。ちょっとじゃあ、畑ロケでも行きますか。スナックじゃないじゃん。でそれを取れたものをここでこうなんかこう出すみたいな。いいかも。菜園ってさ、あのうちはアパートだから植木鉢に、あのトマト切って食べるじゃない、あのトマトを一切れ入れて土かぶせて水やってたの、これぐらいになってます今。素晴らしい。あれなるんじゃないかな。だって種だもん。なりだからあれを食べてたわけですよね。そうです、私たちは種をもう食べてます、そうです、そうです。だってアボカドも種植えたら出てくる。あ、そうそう、そんな伸びてる今。素敵。すごいね、トマトスライスして植えて、生えてきたそれだけで。なかなかの、そうだと思いますよ。ね、なんか近いようで遠い話かもしれないね。普通トマト普通で言ったらもうないからやるぐらいね。そうですね、ないからだね。私ね、さつまいもをね、あのベランダで植えてたの勝手に。そしたらね、どうなってんだろうと思って言ったらずるっとしたらいっぱいできてた。みんななんか適当に栽培してるじゃないですか。でもね、でもね、これはやっぱりちゃんと美味しくなかった。やっぱこれじゃダメなんだなと思って。まあまあちゃんとやった方がいいですよね。まあ普通にやるから育つから。けどマンションでもベランダでもプランターでできますからね。そうそうそう、GV じゃなくても、ほらこの話がまた熱くなるよ。ちょっとまず、今度食育でやりましょうよこれ。ねやりましょう。ますよ。やったやりましょうよ。あの YouTube とか SNS どうぞ見てください、皆さん。であの障害者サッカーの方も検索してください。もう野球、いや野菜と野菜、野球じゃ、野菜と障害者サッカーと、サッカーの解説しかしてないです僕。楽しそう。好きな、要するに好きなものをやってるっていうことですよ。ぜひ見ていただければと思いますけどね。いやありがとうございました。2回にわたりましたご協力ありがとうございます。いやもちろんございます。たくさんの方に知ってほしいです。いかがでしたか。お付き合いありがとうございました。皆さんぜひゲットインタッチの YouTube チャンネルに登録をしてください。お願いいたします。面白かったなと思ったらいいね、いいね、いいねをしてください。たくさんの方に登録してもらって生配信をしたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。